問問題・質問何が違いますかこれは授業の時学校で授業の時に生徒さんが「先生問題があります」ってよく言うんですね。でもちょっと違うかなという感じはするということで問題質問の違いをちょっと考えてみましょう。ちょっと大きくしますね。はいまず問題 問題というのはこんな感じこの問題の原因は何ですかつまりここで言う問題というのは何か難しい何か難しい問題とかトラブルそういう考え方そういう感じがしますね。 で質,問質問っていうとこういう感じすいません質問がありますという時はこれは疑問ちょっとわからないちょっとわからない難しいことがあるんですとか疑問がありますというイメージいいですか疑問ね。ということで問題というと「 何か難しいこと、何か大変なこと、という感じがする。そして質問というと、単純にはてなマーク、はてなっていう感じ。疑問があります。だから授業の時、授業の時に。授業もうすぐ終わりますよ。はい、皆さん。問題ありますか。じゃなくて、先生は皆さん質問ありますかというふうに聞きます。 そして生徒さんも皆さんもあれちょっとここわからないなとかあれこれどういうことだろうなというときははい先生質問がありますこういうふうに言いますいいですかだいたいこんな感じで分けましょうはいじゃあここ問題と質問は以上ですそういうな問題質問チャビエザイナーあり 因为中文的话都是问题，问题我有问题。但是呢，严格来讲，如果是在在上课的时候，你对老师说，先生，問題があります，我有问题。这个时候常常给老师的感觉是，哎，你还有什么难题吗？或者是你是有问题的人吗？是这样的感觉。那如果是纯粹有一个疑问的话， 纯粹疑问的话，你可以用这个“質問があります”。すいません、質問があります。这样就可以了。如果是有問題的話呢？難題嗎？或者是遇到什麼麻煩嗎？甚至你本身你自己是有問題的人嗎？是這樣的感覺的。OK。所以呢、呃，問題跟質問可以呃清楚的分開。那當然，我們查詞典的時候。 看到的問題問題的意思是问题。提问，提问的意思也是写问题。哎、欸，搞不清楚，但是大概这样子，呃，分就是划分的话，大概可以用对了。問題先当做一个比较难的题目或是难题，那再来提问的话是疑问这样子哦。